立憲民主党岸田文雄に連立政権を要求。立憲民主党の泉健太さんが10日に放送されたアベマプライムの中で自民党総裁選に関し岸田議員について立憲民主党とほぼ政策が同じだ。連立政権を組めるのではないかと思うと発言したことが明らかになりました。また河野大臣については一番爆発力を持っていると 主張されておられましたけども、まあ、この泉さんの主張、本気でおっしゃっているのか、抱きつき戦法でおっしゃっているのかわかりませんが、まあ、現状、自民党の総裁選挙には、岸田議員と高市議員、河野大臣が立候補されており、まあ、この3名の中では、立憲民主党としては、選挙で、まあ、岸田議員が一番やりやすいんじゃないかと思われますけども、 まあこういった主張、まあ特に、連立政権となりますと、立憲民主党側にも、自民党側にも、影響を及ぶ発言になりますので、まあ泉さんには、まあ今後はこういった発言をなされるのであれば、まあぜひとも、慎重に行っていただくよう、お願いいたします。以上になります。ご静聴いただき、 ありがとうございました。